はい、こんばんは、森吉です。4月22日土曜日ですね、福島競馬場で福島インバステックス、こちらが行われますので見解を言っていきたいと思います。はい、こちらが、枠順すべて確定した上で予想しています。パッと見た時ですね、別定戦なのでやはりですね、ちょっと頭打ちになってる馬とか、これからですね、飛躍を目指す馬、様々なんですけども、福島の重賞、重賞に限らないんですけども、福島はやっぱり福島適性ってものがですね、ものを言うというか、ちょっとそういう独特な競馬場であるなというふうに思うんですね。馬券買っててもですね、どう考えても福島で買ったことがあるからという理由でしか買えない馬とかですね、結構福島のレースってあるんですね。そういうのもちょっとこう相手に加えつつ、本命は13番のクロコスミアというふうにいきたいと思います。今回はですね、パッとメンバー構成をこう見たときに、行きそうなのが、この馬とペイシャフェリスぐらいしかいないというのがまず第1点ですね。前走の阪神インバステックスもそうですし、復帰してからですね、結構いいところ見せてるように、ちょっと本命サイドなんですけども、おそらく1番人気か2番人気かなというふうには思うんですが、ちょっとこれに逆らうのはですね、得策ではないと。で、ましてや開幕週の福島なんで、もう絶対に前は止まらないと、よほどのハイペースでない限りですね、を考えた時に、生まれの軸という意味ではこれが一番、無難かなという気するんですね。対抗ですね、ここはちょっと思い切って11番ブリガールタ、この馬にしました。1000万勝ちの後、休み明けではあるんですけども、休み明け2001と。さっき言った福島適性ですね、福島で2勝以上してるのはこの馬だけと、いうことを考えて、対抗に抜擢しました。血統的にもですね、お母さんは、ブリガドーン、ちょっと最近の競馬ファンの方はあまり馴染みないかもしれないんですけども、ちょっと、オークス候補だった馬ですね。ちょっと非常に私もこの馬には思い入れが当時ありました。ちょっと使いすぎてですね、結局潰れちゃったんですけども、この馬対抗といきたいと思います。素質もですね、もうちょっと上を目指せるのではないかなというふうに思っています。で、3番手ですね、ここも人気サイドにはなってしまうんですけども、9番のクイーンズミラーグロですね。とにかくですね、最近は前に行くこともできるし、展開を見て中段につけるということもできるし、本当にですね、成長したなという感じですね。ちょっと一歩足りないところは最近見せてはいるんですけども、当然この馬は上位に押さなきゃいけないと。ただ他騎手なので、今回はちょっと人気かなりするのかなというふうに思ってます。前走前前走とも、ちょっと見えづらいかもしれないんですが、私重賞で本命打ってるんですね。で、それからですね、似たような中山での成績とかですね、クラシックの実績を考えて8番フロンティアクイーンと、この馬は特に多くは語ることはないですね。それからあと1番のギモーブ、この馬も素質馬です。1000万勝って準オープンでちょっと苦戦してはいるんですけども、それでも5着5着と、あまり負けていないと。それから12番のペイシャフェリス、この馬もやはり展開的に前に行けるということと、前走のロッコーステークスですね、思いのほか、頑張れたと、それを考えてこの馬も押さえておこうと。穴ですね、10番のエテルナミノル、この馬にしました。前走の阪神インバステークスも、私ですね、穴ならこれという感じで印は打ってるんですけども、やはりですね、スムーズに行けた時は結構粘り強いと、前に行けた時ですね、ミッキークイーンと1秒ぐらいであれば、このメンバーだったら十分にあり得るかなというふうに思います。それでは私の福島、インバステークスの見解については以上となります。買い目ですね、こちら、13番から生まれんこ通りということになります。